技神殿みやびな。これに演じまするは川越よいさの物語。ご存知の方もござりましょうが、埼玉県川越市で発生し、桶狭間、厳島の戦いと並ぶ戦国三大奇襲の一つでございます。時に天文15年、10倍もの敵兵に囲まれた川越城を守るべく、北条家当主北条氏康は一か八かのどでかい奇襲を仕掛け、見事勝利をつかみます。さあ皆様、その様をとくとご覧あられまするよう、よろしくお願いします。
熱中症に気をつけて。